IWJ チャンネルに沖縄チャンネルにをご覧の皆様、IWJ 記者柏原です。今大阪から沖縄の方に来ています。辺野古のキャンプシュワブのゲート前です。でこちらでこれから海保の、一躍有名になりました海保太郎さんの、にボートで首を絞められて、いろいろニュースになって、全国でもニュースになったんですが、の当事者の方でいらっしゃいます、農業従事者で、こちらでカヌー隊にでボートに毎日乗られている岩田勝彦さんにこれからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。少し自己紹介のようなことを聞いてから、現在に至るまでの経緯だとか、で告訴中の件でまでをちょっといろいろゆっくりお伺いしたいんですけども、よろしくお願いします。岩田勝彦です。はい、はい、農業従事、そうですね、はい、でもお仕事は置いてこっちにずっと来られてるんですか。はい、はい、その辺は大丈夫ですか。まあそうですね、まあ、まあ仲間がやってくれてると思います。あ、仲間と一緒、はいはい、あ、なるほど、はいはい、でも、もう結構こっちに来られて長い。そうですね、僕が来たのは8月初めからなので、はい、まあ間飛んでるところはあるんですけど、はいはい、それからずっとカヌーに乗って、はい、こういう活動をやってます、はいはい、8月からそうですね、はい、カヌーの練習から始まってですか。ベイビーブルーでしたっけ。今後からできたんですけど、後からできた、はいはいはい、何日か。もともと僕はその10年前から、はい、その辺野古の問題はちょっとちょいちょい来てるんですけど、はいはい、19年前とかのカヌーの行動に僕も参加してて、はい、あ、そうなんですか、はい、それちょっとやってたってことで、はいはい、すぐ、はい、こういうことに参加するって感じ。もうじゃあ最初の状態から。そうですね、はい、で僕が来た時は、はい、まあ、もう解放が出てきたので、はい、まあ、あんまり練習してる暇もなくて、はい、もう実践みたいな感じでしたね、はい、で即ああいう状態になった。そうですね、はい、はい、で、でも、段階的に状況が変化していってると思うんですけど、はい、フロートができて、はい、それがまた20、30。そうですね、はい、今30ですか。まあ、30のところもありますね、はい、ちょっと最初何十センチでしたっけ、はい、数十センチ、小型のもので、それが1個いくらなんでしたっけ、50センチなのか、ちょっと僕知らないんですけど、でかいですね、それが1つ何いくらみたいなのが、はいはい、もう 何十キロですよね。そうですね、相当な距離です。それがまた今大きいものになって、どんな金かけるかって感じですけど、すごいみたいですけど、はい、で一番昔それ、何年前ですか。2004年ですね。あ、2004年からどう変化していますか。だいぶずっと2004年からじゃあ10年空いて来て、はい、ちょいちょい来てる感じです。じゃあ経過はずっと見られてるんですよね、はいはい、昔と違うのは今回やっぱり海保が全面的に出てるっていうのは全然違いますね、はい、昔はまあ抗議する側と、はい、まあ、作業する側、はい、それがまあこうぶつかるわけですけど、はい、そこにまあ仲裁する、はい、そういった役割がまあ海保の役割だったんですけど、はい、今回やっぱり安倍政権というか、はい、首相官邸側からやはり海上保安庁に対して全面的に抗議行動をやっぱ抑え込むという方針が出てるので、はい、その点はもう大きく違います、はいはい、なんかあれですね、毎日中で、はい、メモを取ってる人も直接、はい、その官邸側の方に報告しているような。あ、そうなんですか。そう、はい、まあ、してるとは思います、はいはい。